ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチャーとアーモをお送りしたいと思います。今回は第22節エドガード欧州、いよいよ、京都市公式戦最終戦ですね。今回はいつものメンバーで戦いたいなと思います。オーシャンスタジアムに乗り込みます。雪降ってそう。いい流れだ。流れた。これ縦パスだ。やばい。このキックになったぞ。さっきより上等位置があるが、ナイス、緑同点です。ハンダ戦になってきました。ハンダは攻めろ。やった。これか。見られないスリングがどんどん出てきますね。足りないか。これは出てしまいます。相手ボールの遅いです。これはいい。おー。
前半終了です。全然疲れてないですね。まだ行きましょう。選手おタフになりました。シュートが決まりました。はいはいですね。美穂です。近づいていきますが裏を吸い抜けてちょっと角度ついてましたね。で入れた。4対2。さあ2点差になりましたね。相手守備に下がってきてる。さあここでちょっと疲れが溜まってきてるので、変えていきますか。当然相手は攻撃的布陣を切りますからね。クリアです。ですよ、完全にヘディング。まあ20分以上あります。マロカー5点目です。とんでもない試合になってきました。半身なのかな。ボレーです。さあまた攻撃的に陣へ。気をつけろ。あ、なんと決めてしまった。危ない危ない。今のペナルティーキックになるところだったよ。あっとインターセプト。危ない危ない。こういう時が危ない。もうだ、後ろクリア。さあ残り時間がもうほとんどないです。止めたい。危ない。あっと決められてしまった。なんと前で同点に追いつかれてしまった。
試合終了です。勝つことができませんでした。先制したのはクランカリバーズでした。しかしエルダード欧州は拠点を追いつきます。そして打ち越されます。ただすぐにノクロス見事でした。2対2の同点か。そして後半7分、でもすり抜けた得意なシュートで勝ち越しを決めます。そしてさらに後半13分、追加点が入ります。これ試合は決まったかに思われたのですが、後半23分にハイロン、バイロン、頭からパスが切れ上げてしまって守備が動けませんでした。マドカが今度はボレーを鮮やかに決めていきます。2点差では安心できないんですよね。その結果が当たってしまいます。このヘディング、そしてもうアディショナルタイムのこの47分で滑り込み、これで終わります。ボール支配率は圧倒的でしたね。シュートも高かったが、なんかハットトリックか。タイが3つ追加されました。これ2位で終了です。岩瀬大阪と勝ち点は天才ですね。チャレンジ投票の出場要件獲得。チーム行ってみましょう。みんな年俸上げてきますね。選手を絞らざるを得ない時期が来るかもしれません。まあ、まだいけますけどね。国を5000万台達したんだな。
さあまた来年に向けて、したいところです。というわけで、カルチョビットアーをお届けいたしました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄に書かれているカルチョビットアーのプレイリスト、ブログ、ツイッターもご覧ください。カルチョビットアーのプレイリストですね、プラスボタン、動画一覧の上にございます。ぜひ押してください。またツイッターのフォローもよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。